ファンド事業での挽回を急ぎます。ソフトバンクグループは2019年4月から12月期の決算を発表し、純利益は4765億円と1年前と比べて 69% 減少しました。主力としているファンド事業の損失が大きく響いた形で、今後のさらなる投資ファンドは当初の計画より規模を縮小することを検討しているということです。一方でグループ傘下でアメリカの携帯電話4位のスプリントと3位の T モバイル US の合併をめぐる訴訟で、ニューヨークの連邦地裁が11日合併を容認する判断を下したことについて、孫会長は大きく前進したとアピールしました。スプリントの T モバイルとの合併最終段階に入ってきたと、投資してたものも利益が出始めたというようなことを含めてですね、潮目が変わったと、もう少し積極的な経営を継続できると